する人挙手。はい、はい、やろうかな。はい、じゃあどうぞどうぞどうぞ。カメラ太郎です。本当だ、遠心。名前は竹谷さやです。改めて自分をね、見直したんだな。見直した。僕たちはアイスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで YouTube でーす。初めての YouTube 撮影ってことだね。見てください、1カメ、2カメ、3カメと。すげー、 YouTube ってこんなにカメラあんだね。そう、これが YouTube か。記念の1回目だよね、うん、ちょっとここはね、はい、僕たちのアイスのことを知ってもらおうという企画になりました。改めてね、メンバー同士の親交も深めながら、はい、というこんな企画で、年よろしく。はい、おアイス、マイプロフィール。プロフィール帳的なものをみんなで書かせてもらいましたね。はい、はい、どうしたらいいですか。なんかね、改めて自分をね、見直したというか。見直した感じです。見直したそんな感じなんだよ。まあ、そんな感じのね、ものをね、みんなでね、書きましたよね。小学校の頃とかやったけなの。ああ、みんなでやったね。新学期の始まりとかあったわ。じゃあね、早速ね、やっていきたいと思います。はい、僕最初なんでね。はい、誰行きます最初は。最初ちょっと挙手制で行きます。じゃあそうね。お、最初大事よ。最初大事と挙手。あ、じゃあ、おーちゃん。違う、ここみんなであげるとこ。あ、ここみんなであげて、どうぞどうみたいな。あ、そうじゃあ、先行ってもらわないと。あ、そうか。じゃあ、行きます、行きます。さあ、ということで一番最初にね、自己紹介してもらう人います。やりたい人挙手。はい、じゃあ、やろうかな。やろうかな、やろうかな、やろうかな。え、みんな、みんなで、じゃあ、俺やろうかな。あ、じゃあ、どうぞどうぞ。分かりやすい。やりづらいなぁ。最年長、おーちゃんから行きましょう。はい、はい、はい、僕の名前は中村太郎です。おー、太郎か。太郎か。すごい、太郎くんの名前なんだ。よろしくお願いします。太郎ちゃん。はい、2004年4月27日生まれ。大牛座でございます。はい、そうなんだ。出身地は愛知県です。お、すごい。で、血液型は A 型ということで。 A 型。はい、すごいな。まだ誰も自己紹介。みんなから王ちゃんって呼ばれたりしてます。そうだね、呼んでます。多分みんなから、多分全員から王ちゃんって呼ばれてます。呼んでます、呼んでます。全員ですね。みんなじゃん、みんなやん、もう。はい、ということで、自分はね、自分で思うに気分屋だと思いますね。確かに、めっちゃ決めないね。はい、休みの日はね、部屋の整頓。偉いね、すごい。さすが最年長だわ。こういうアイスの活動をさせてもらってる中で、その休日テロナのアイスの活動に当たるので、なんか久しぶりに自分の家で休みになったら、なんかやることないっていうか、いつも逆にね、何しようみたいな感じになって、あの、テレビ動かさなきゃみたいな感じで、整理整頓して。おーちゃん綺麗だったよね。いや、行ったことない。俺あるよ。何人かね、うちにね、泊まってね。どうでした？いや、もう楽しかったです、本当に。俺、おーちゃんとゲームしたのが一番楽しかった。それそうです。おーちゃん、ゲームするために部屋綺麗にしてるかもしれない。まあ、そういうことですね。でも結構ね、みんな楽しめる部屋だったんじゃないかなと思います。はい、ということで趣味はですね、ゲームとおたかすでございます。おたかす、まあゲームはご存知だったけど、ゲーム大好きです。はい、まあおたかすはですね、ちょっとね、僕の好きなアイドルゲームがありまして、その結構、そのおたくをやらせてもらってます。やらせてもらってる。はい、見たいな。はい、チャンポイントは喉仏です。喉仏、喉仏。こういう感じの、なんか変な形って言っちゃってあれだけど、なんか2つ出てるよね。お、二つ？確かに。触っていい？いいよ。二回これがあるや。本当だ。本当だ。なんかでかい。二つある。ラクダや。ラクダ言うな。あ、でもこれを。え、何の二つあるの？怖い怖い怖い。あ、俺も二個あるよ。出てる。でも出っ張り具合が違うね。出っ張り具合。そういうことか。ごついもん。はい。そして特技はですね、仮面ライダーの変身ポーズです。おお。ちょっとやっとこう。ね。やってほしい。一発かまぼこ。一番好きな仮面ライダー。一番好きなこの辺で。じゃあ、わかりました。じゃあ。一番好きな、こっちですか。じゃあ一番好きな、僕が一番好きなのは仮面ライダー電王です。確かに。いきます。みんな知ってる。みんな知ってるの。入ってる。変身ジュワン。そうそう、ずっと合ってるだけみたいな。俺参上。いいね。ありがとうございます。思い出した。
かしいな。確かに。なんか変身ガシャン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 ってなってる感じが。こっからバーンって桃がパカンってなる。ああ、マジ。みんな見てたんだ。結構世代の人もいるんじゃないか。そうだね。見てないからわかんない。ごめんなさい。そっか、まあドラえもんらへんかな。そう、そう。そんな後なんだ。そうだね。世代があるということでね。じゃあ次、座右の銘。はい、僕はね、座右の銘は急がば回れです。急がば回れ。どういうこと？あのね、例えば急いじゃうときになんか、え、どうしました？もういいよ、いいよ。え、分かんなかったからちょっと。あ、そうですね。分かった、当たり前の話。いやいやいや、分かんない分かんない分かんない人やってもらおう。まあ僕はなんかその急いじゃうときにあんまりなんか焦っちゃうみたいな感じがありまして、その逆に焦っちゃうとそのなんだろう、逆に物事が進まなくなるっていうか、もう常にリラックスした状態でいることによってなんかどんなときも冷静に対応できるみたいな、そんな感じの心持ちでいきますね。なるほど、いいね。急いでるときほど遠回りした方がいいよっていう、それが一番の近道ですね。それで遅刻するってこと。ちょっと待って。はい、次行きましょう。もらって嬉しいプレゼントは、はい、これはですね、何もらっても嬉しいです。もうそれはそれはそうだね。ちょっとそれ、好感の狙いにってない。ちょっと、ちょっと格好つけたでしょ。ちょっと格好つけたでしょ、絶対。じゃあ、C っていうのは何？ C って言うなら、なんか、そうだな、やっぱ、なんか食べ物が好きだから。その、例えば何だろうな、やっぱ後の質問でも出てくるんですけど、ポップコーンとか、好きな抹茶系統のプレゼントもらったりとか、結構嬉しいです。ってことは食べ物ってこと？そうね、食べ物。来年のね、お茶の誕生日プレゼントは抹茶味のポップコーン1年分とかでいいかな。1年分は俺らもきついかもしれない。そう、あの、なんかホワイト抹茶ポップコーンみたいなの食べたの、夢の国で。夢の国。ああ。私は夢の中で食べてたんかな。リクだから。どうしたの？いや、普通にね、あれ濃厚で美味しかった。ちょっと食べてみようかですね。じゃあ次、メンバーと旅行に行くならどこ？これはですね、和風の旅館です。ああ、いいね。これね、なんかね、例えば休日とか、その本当にみんなでオフの時に、その本当に畳があるような旅館で。温泉、なんていうの、温泉がなんか景色見れるところなんだっけ、あったりするじゃん。それ見ながらみんななんかワイワイしながら休んだりして、なんかそういうなんかゆったりした空間でみんなに過ごすのがいいかなと思いますね。自分を動物に例えるなら、僕はキツネです。キツネ。はい、キツネ。あ、でも言われてるよ。あのね、なんだろうな、結構いろんな人から言われまして、僕もなんかその結構自分自身のキツネじゃないかなみたいな、そんな感じで思ってるんですけど、キツネです。はい、次がすごい。ちょっと思い浮かばれちゃった。はい、じゃあ次、マイフェイバリットいきます。はい、マイフェイバリット。はい、先ほど言った通り、食べ物はポップコーンが好きです。はい、飲み物は抹茶が好きです。抹茶。はい、好きな動物、猫です。猫にゃん。猫が好きです。王ちゃん、動物と絡んでるイメージがない。俺もない。逃げられてそう。逃げられてそう。ちょっと待って、待って、おい、おい、なんてことよね。でもなんか猫だから、猫カフェとか行くの？行ったことない。いや、行ってみたいなと思って。あ、行ってみたいな。まだ行ったことないんだけど、その行ってみたいなってずっと思ってる。次行きましょう。スポーツはソフトテニスが好きです。なんか意外だな。これね、中学校の部活入ってまして、それで結構ね、めちゃくちゃ学校の中でも強くて、逆に何だろう、強すぎて、そのダブルス、2人ペアで組むのが普通だったんですけど、強すぎてシングルスっていう1人プレーでしかできませんでした。あ、分かる。それぐらい強かったっていう自信があります。相手がね、強すぎて。今度やりに行くしかない。いや、楽しみだね。やってみて。え、できる人いる？ソフト。俺できるよ。マジ？お、俺一応ね、好き。お、好き。違う、できる人やろ。好きな教科は歴史です。やだやだ。やだ。どういうことだよ。どういう意味？好きじゃない。まあなんか歴史なんかいろいろ学んでて、なんか物語の流れとか好きかなと思いました。面白いね。いいね。好きそう。好きな場所は、絶景が見えるところです。絶景。なんかおしゃれ。なんかいろんな景色見て、なんか心を安らかにしたり、そんな感じですね。いいね。はい、じゃああなたはどっちか、ウィッチワンはちょっとね、この後みんなでやりたいと思います。はい、ウィッチワン。はい、じゃあ次、アイスで一番〇〇な人。わざわざね、綺麗好き。これね、僕ハルセだと思います。あ、マジで。ハルセ。やっぱね、自分でもね、なんか綺麗好きって言ってるんでね、そのイメージが強いんでね。そうだね。そうです。そうだね。
はい、続き、着替えが早い人。これハクトかな。あー、俺らもなんかカットインかなんだろう。みんなわちゃわちゃ話してる時もなんかいつもよく一緒に着替えてるみたいな。キパキしてるよね。そう、めちゃくちゃ早いんで、確かにその早い早く着替えてるのがハクトなんで、一番印象あるんじゃないかなと思われない。朝に強い人いません。そうか、厳しめだな。皆さん、思い出してください、合宿の時を。確かにね、2日目の朝。それで言ったらハクトなんじゃない。早く起きてやってたしさ。確かに。いや、まあその前に遅刻してましたけど。結果いません。いません。プラマイゼロ。プラマイゼロ。はい、もしかして運動神経がいい人。僕なんじゃないかなと思います。ああ、でもこれいいと思う。これね、まあちょっと自信があって、まあ足の速さも結構自信があるかなと思いますね。みんなちょっとなんか、確かに文字めっちゃ運動神経良さそうだね。確かに、めちゃくちゃ。なんかいつか白黒つけたいよね。あ、いいね。アイス運動会みたいなね。あ、いいね、面白い。誰が一番運動神経いい。確かに盛り上がってるよ。じゃあ次、これだけはアイスで一番だと思うこと。度胸。お、度胸と、腹筋です。腹筋、確かに確かに。王ちゃんの腹筋もメロンパンかのように。メロンパン彫りが深いんですよ。やばいね。あの縦のラインがすごいよ。でも本当に自信がありますね。結構他の人も荒れてる人いますけどね。俺は俺より荒れてる人いないんじゃない。確かに。割れ方してるから。痛そうだもん。痛そうだ。そうだ、挟んだら。確かに割り箸が挟んだらパキン。あるかもしれない。はい、じゃあということでこれからよろしゅう。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 でした。面白い。いいね。みんなの内容知れるね。結構。いや、いいね。じゃあ次、行けない人。はい。もう一回行きます。そうです。行きたい人。そうです。そうです。行きたい人、手挙げてほしい。はい、じゃあ、はい。行きたい人。行かないなら僕。じゃあ、俺。じゃあ、譲り合いじゃないから。じゃあ、はい。じゃあ、僕が行きます。じゃあ、行きましょう。はい。セナチ。じゃ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 ん。じゃん。おお。じゃじゃじゃん。綺麗。はい。僕の名前は竹野瀬奈です。はい、で、生まれた年は2008年、8月28日生まれの乙女座です。乙女なんだ。乙女座です。はい。それに、出身は大阪で、血液型は A 型です。おーちゃんと同じです。2人目ね、A 型2人目。はい、でみんなからはセナって呼ばれてほしいです。呼ばれたいです。呼ばれてる。呼ばれてるかどうか。あ、呼ば、あ、ごめんなさい。もう実際呼んでます。みんなセナもね。みんなセナか竹野。あ、俺竹野。竹野みだわ。みんな竹野か。竹野かセナ。あ、そうだね。竹野かセナ。確かに。竹野さんとか。距離大事な。分厚い壁あるけど。大阪女子の2人とも。大丈夫ですか。年下やしな。結構あんなに大体呼びみたいな。うん。ああ。一緒に、じゃあ新幹線乗って一緒に行ってるんで。めっちゃ仲いいじゃん。仲いいよね。はい。自分ではおバカな性格だなと思ってます。間違いない。自覚あるんだね。自他ともに認める。面白いな、おバカな性格。自覚しちゃった。もうほとんど出しちゃう。開き直ってんだ。開き直っちゃった。はい。休みの日は外で遊びをしています。ああ、あるんですね。結構外で、なんだろうな、暇な時はスケボーかバスケどっちか。バスケしてるの？できるところがあんの？家のところにゴールとか。いや、なんかただなんかさ、ドリブルやったりとか技やったりとか、ただそういうなんかちっちゃいことしてるみたいな感じです。もうあとスケボーでさあってな、恋だよとかね、やってます。中学生の遊びじゃねえだろ。確かに。いや、でもバスケは合ってるかも。はい、じゃあやってます。はい、僕の趣味は絵とスケボーです。はい、スケボーは先ほど言ったんですけど、絵はその模写で描いたりとか、あとはデジタルで描いたりとか、そういう結構絵のあれが好きなんですね。確かに SNS にも結構乗っけてるから。そうだね、キラリとかで分かるな。似顔絵もね、描いてもらってるけど。あ、そうだね。うまいね、うまいね。首の筋まで、ちゃんと。首の筋っていうか、これかわいいの、すげえ。喉仏じゃない。うまいじゃん。やばい感じです。一発描きでしょ、だって。一発描きだよ。すごいね。いいね。はい、自分のチャームポイントは笑顔だと思っています。ぜひ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 。かわいい。かわいい。とびきりの、とびきりの笑顔が僕のチャームポイントだと思ってます。はい。あれ、あ、もう一回やりますか。近づいて、近づいて、近づいて。はい、いただきました。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。
美味しかった、はい、お腹いっぱいです、お腹いっぱいですやりたいよ、俺もはい、はい、特技はダンスです。はい、5歳の頃からちょっとダンスを始めていて、今もちょっと頑張ってるんですけど、はい、ちょっと頑張ってるの趣味なんで、はい、で、座右の目は、うん、何事も挑戦っていう。あー、いいね、やっぱ何事にもやっぱ失敗しちゃうかなと思ってることもやっぱ挑戦したらもしかしたらできちゃうっていう可能性もあるんで、うん、まあ、そういうことも兼ねてやっぱ何事にも挑戦っていうのが自分の座右の目です。いいじゃん、はい、はい、で、次質問コーナーです。はい、もらって嬉しいプレゼントは服です。最近服にハマってるっていうかありました。なんかそうなんです、こういう服とかも結構買ったりとかしてるんですよ。ちょっと季節外れる、だいぶ季節外れる、やっぱ言われてもしょうがない、今夏に来ちょっと隠してる、だいぶそう隠してるんですけど、結構あの今日さっき来た時暑かったです。正直暑かった。けど俺らには暑くない、暑くない、一応維持維持維持張ってます。はい、で、メンバーと旅行に行くならグアムに行きたいです。グアム、どこにあるんですか。グアム、グアム、俺もアだと思ってたんだけど、ワなの、ワーだ、はい、ワーだ、あれ、いや、でもワンチャン合ってるかもしんないよ。いや、あれ彼が合ってるかもしれない。どんな点なんですか、グアムは。グアム、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 どんな点。初めて聞いてるんですよ。いや、だって行きたいところでみんなで、そうそうそうだよ、タケノが一番知ってないと。そうでしょ、グアム、グアムでしょ、グアム、説明が欲しい。そうだね、グアムね。グアム、待って、これ合ってる本当に。ね、でもグアムだよね。グアム、あ、そう、グアムです。すみません、ちょっとグアムになっちゃったんですけど。そう、理由がやっぱ海外行っても行きたいし、やっぱおしゃれっていうのもあるし、物が全体的に、あと海に行きたいっていう、綺麗だったんでしょ、それがありますね。はい、で、次、自分を動物で例えると猿だと思ってます。漢字かけてんじゃん。どれ、怖いよ。調べたな、調べました。しっかりと言います。座右の目とかもちゃんと理解できたんだね。俺ちょっと安心したわ。おい、座右の目は理解しない、珍しく漢字が多いもんね。調べた、どんだけ下がってんだ俺は。はい、猿なんですよ。なんかそれはちょっとこれ書いてる時にみんなに何に似てるって言ったら、大体の8割は猿しか出てこなくて、猿か犬どっちかなって、大体みんなが、だからちょっと猿でいいかなって思って猿にしました。理由はちょっとわかんないですけど、なんかある意味か、耳大きい、耳大きい、耳大きい、確かに耳大きい、確かに耳でかいよね、俺、うん、かわいい、でかいよね、リ、倍ぐらいあるもんね、俺。いや、でかすぎやろ、変わったよ、広げてったよ。ちっちゃいよね、リクスンがちっちゃいよ。あ、なんちっちゃい、はい、ってことで、次は僕の好きなものです。はい、好きなもの、好きな食べ物は、うん、ポテチ、ポテト、ポテトです。ポテチって危なかった、感じくる、あぶらもんだけど間違えた。はい、ポテトです。ポテトだったらなんかもう何本でも食えるっていう。どういう種類のポテト、なんか細いのか。あー、確かに、あー、あるよ。あー、でも長くてちょっとしなしな系が、しなしなが好きな、細め、細めで、あと長くてちょっと油が入ってるやつ。油が入ってるやつ、油入ってる、下下のやつ、あの下下のやつ、生のポテト。あ、そうなの、しなしなのね。そう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 、サクサクとかじゃない。そうそうそう、サクサクも好きだけど、やっぱしなしなもなんか美味しいかなっていうので、はい、そうです。マジ言ってる、面白いな。スポーツはバスケです。バスケ、言われたんですけど、バスケが大好きです。はい、で、飲み物はオレンジジュースが大好きです。オレンジジュース、オレンジジュース、そうなんですよ。最近ちょっとあのパック買いを、パック買い、パック買いするな。そうそうそう、 あれでそのままストローで飲んだりとかするようになって、最近めっちゃ好きになったっていうのがあれです。はい、で、動物、好きな動物は犬です。はい、自分犬飼ってるんですけど、その通りむちゃくちゃ犬が好きなんですよ。犬を2匹飼ってるんですよね。はい、はい、で、好きな教科は、まあ、全体的に多分自分できないんですけど、C で言うなら数学です。本当に数学、数学、本当に数学は、あの、意外にあのテストでもちょっと取れてるんですよ。角度7の段とか言えなさそう。みんな苦戦するよね、7の段。じゃあ、とりあえず何言ってよ、7の段、7の段、言ってみようぜ。1、1が1、1、2、14、1、3、21、1、4、4、28、7、5、35、7、6、32。あれ、本当にやっとるそれ。7、6、32って、ちょっと、7、6、42、7、7、49、7、8、56、7、9、
三十。え、やばいじゃん。63。やばいな。やばかったっすね。だこれで数学が得意だね。単数はできないけど数学はね。そうっす。お前よう言えたな。じゃあ次行きます。好きな場所は夢の国です。はい。あ、はい。いろいろ夢の国あるんですけど、自分の地元の。あの大阪の夢の国が好きです。あー、なるほどね。大阪の夢の国が大好きですね。はい、ちょ、あの、そう、いろいろいる場所です、はい、で、ちょっとここあれで、はい、アイスで一番丸々な人は、綺麗好きな人はハルセ君だと思う。もう全員持ってる気がしてて、やっぱりなんかイベント終わりとかでも来た時よりも綺麗にして帰ろうとかいつも言ってくれたりとかして、そうね、やっぱそういうところが綺麗好きなんだなって思っています。はい、で、早着替えが得意な人、ヤガミンかなって思ってます。そうかな。ヤガミン遅くない？ヤガミンちょっと遅いな。結構、あの、服着ないでうろちょろしてる。喋ってたりすると、遅くなるかもしれない。はい、で、朝に強い人はハクト君かなと思って。ハクト君ね。やっぱ、朝の、あ、起きた時って、だいたいハクト君が一番最初に起きてるようなイメージ。起きれる時は起きるんじゃない？あ、確かに、うん、起きれない時は起きれない。確かに、でも大体はハクト君が一番最初に起きてるイメージが。確かにそれはある、うん、そうか、あるっていうのでしました。はい、はい、で、運動神経がいいのはやっぱりっくんかなと思って。え、俺なんか、まあ、おーちゃんも確かにいいんだけど、で、りっくんもいいって。なんか気使ってね。確かに趣味が多いんだよ。そうなんですよ、なんか、うん、スノボーだったりスケボーだったり、いろいろなんかもうすぐに上達して、自分スケボー教えたんですけど、すぐに流れて結構萎えてるんですよ。ってことで、はい、でこれだけはアイスとして一番だと思っているのはダンスです。いいね、いいけど自分で言うのいいね。いや、まあ、負けたくないっていうのもあったり。そうだね。そうですね、もうこれから負けたくないってもあるし、一番でありたいっていう理由で一番にしました。いいですね。はい、フリースペースはまあ書くことなかったんで、まあ一回書くことにし、書くことん書くことなくてなくてにしました。ちょっとこれはよくわかるんですけど。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さきのせなでした。はい、さきのせなさんでした。じゃあ次行きましょう。名前はしらぶきです。一回に言えたらいいよ。名前は津田白桃。どうしようみたいな。